ということで始まりましたバトルパスシーズン6。うわ、オオカミいるやんけ。突き動かし、順応させる。新しい武器だねこれ。先へ先へと探求の旅をさせる。かわいい。この子固定スキンにしよう。弓矢すっごいな。頑張れよジョンジー。クライダーガン深い恐怖に立ち向かわせる。怖い。どのような結果になろうとも魔法使ってんじゃん。無知なる暗闇に対峙するには原子の力に調和が必要だ。はい。あー、ニワトリさんコッケー持ってるし。うわ、なんか車がマッドマックスみたいになってる。島は野生で溢れた。適応せよ。適応せよ。ガス悪くね急に最後。ありがとうございます。バトルパスもちろん買います。あ、すでにバトルパスメンバークルーでした。ということで始まりましたシーズン6。ということでちょっとバトルパス見ていきますか。まずは軽くね、まあとりあえず僕がやることは買うことですね。 V-BUCKS 僕今何万 V-BUCKS あるんですかね、わかりませんけども 100ティア買いたいと思います。すいませんね、初っ端から購入させていただきます。ということで早速バトルパスを見ていきましょう。オルナはスプレー、ジョンジーですね基本的に。お、可愛い妹だ。サバイバーパック、この子可愛い。すごい、ララクロフト、ララクロフトいいね。絶対人気出るこれは。そしてツルハシ、クライミングアックスとコントレイル。おお、なんかこれスパークプラグに似合ってるね。たまたまララクロフト、あら素敵だな。これゲーミングレジェンズってことはなんかのゲーム。このグライダー、シンプルなグライダー意外となかったよね今まで。ツルハシも可愛い。チェーンサウルス、ガジガジガジ。このバッグもいいよね。ちゃんとこれなんていう名前なのかわかんないけど刺さってる。タラーナ、へー、これも可愛いな。グライダーイカチーし、叫んだぜ妹。トランプさばき、うまっ、うまっ、うまい。食ってきますねこれだけでバック。おー、これ恐竜くんだね。恐、かっこいい。俺好き、俺これすっごい好き。タラーナくん、タラーナさん好き。ディノフェザー、恐竜使いって感じだね。ツルハシ、あー、またなんかゼロポイントな、いかつい感じよ。意味深ですね。そしてグライダー、ゼロポイントっぽいねこれも。エンドレススクロール、どこまでも長い巻物。ここら辺ちょっとやばいな。うわい、かっこいい。これめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。この人かっこいい。ラズ、なんかスタイルチェンジでどんどんなんかかっこよくなる気がする。さっき使ったよねドリームスタンス。へえ、孫悟空みたい。まあでもこの人なんか絶対キーでしょう。調和してるもん、なんかキューブだかなんだかと。次はワープバリア、いいねいいね。そしてエッカー、あー、そうね、今回この子かわいい。ピーリーっていうかフィッシュスティックとか、うん、そこら辺のガフとかっていうかわいさに似たものがありますね。かわいいツラシだ。このラップもいいね。あれ打ったら変わんのかな。あら、スラピーバージョンもあるじゃん。怖いよこれは。グライダーも同じ感じだね。このグライダーめっちゃかっこいいんだよな。すっごいかっこいいこれ。ソーリングソウルセルフ、ラップもめっちゃ当たりじゃんこれ。今回のバトルパスやべえな。待って、かっこよすぎるんですけど、これかっこよすぎるんですけど、このバッグかっこよすぎるんですけど。妹も絶対かっけえよこんなん。あら、魔法を使ってポンポンポン、うわー、スパイスパイ、うわー、このグライダーめっちゃで好き、めっちゃ好き、このグライダーめっちゃ好き。手が生えてる、これはソウルサで、これもで、うわ待って、この先にあるスキンがこれだよな。これむっちゃかっこいい、モンスターハンター。てかもう原動力がなんかやばいもん。ツルハシも、うわー、今シーズン中二病で好きだわー。あ、これがティア100なのかな、これティア100スキンか。あら、人間ですか、本当に人間ですか、といった感じですね。チャレンジとかはどうなんだろう。
あ、またクエスト制だ。クエスト制でやってくんだね。任してくれ。またこれも全部俺が攻略していくんで、チャンネル登録よろしくよろしく。まずはティア100、こちらですね。スパイアアサシン、むっちゃかっこいい。本当にかっこいい。これビルトインエモートするとなんかね、あの頭を、どうもこんにちは、こんな感じの顔してましたって感じのエモートします。そして次、これは DC コラボなのかな、リボンレイブン、めっちゃかっこいいね。これリュックもかっこいいし、ツルハシもバカみたいなかっこいいんだな。これあとグライダー、中に心がくすぐられます。そして次、かわいいひよこちゃん、コッコ、そのままだな名前が。バックもあって、スタイル編集でね、なんだっけ、リプリーモード、スラピーモードになれます。バックもある、卵が動いてる。そしてお次はラズ、この子もなんか意味深だよね。なんかストームの力を手に入れたビルトインモードがあって、このなんていうのかな、雲に乗って、私は全てを理解しましたよ、お困りの方いらっしゃいますかってスタイル編集すると、あー、これチャレンジやったらかっこいいな。これもまたかっこいいね。わかんないけど呪術廻戦ってこんな感じですか。そしてお次はこの可愛い子ちゃん、これ可愛いね、ララクロフト。これトゥームレイダーでしたね、僕ぽいなと思ってたんですよ。トゥームレイダーの人だ。これスタイルチェンジもできんだよね、バーサリー。うん、どっちもいいね、どっちもいい。でグライダー、こういったなんかパラシュートグライダー意外と初めてなんじゃないかなって思いますね。からのティラノ使い、このなんか、うわ、すごい恐竜ですね、全てが恐竜ですね。このスタイルチェンジの恐竜かぶる感じ、すごいすごいよ、本当に。ツルハシはティラノ。そしてエージェントジョーンズですね。これスタイル編集がどんどんボロボロになって、あー、どんどんボロボロになってくんだね。あ、コラボした時も確かにこんな感じのティザーだったね。最終的にこうなるんだ。なんかここの現地、シーズン6をマスターしたらこうなってくのかな。あ、そしたら一発軽くやるか。ヒカキンさんなんだよな、この妹。さあ、ということで始まりました、シーズン6、ブブブブーン。もちろん行くのはど真ん中でしょう。ということで、これがティア100のスキンかな。めっちゃプワプワしてるわ。グライダーバチバチにかっこいいからね、これ。重いけど。とりあえず行きますよ。ほら、うーわ、手なの分かります、手。かっこいいな、これ封印なのかな。ということで、ここはど真ん中ですね。名前は何て言うんだろう、ここ。めっちゃ激戦区になる。どう、人いっぱいいますね。ショットガンを手に入れよう。あ、ポンプあった今。何このショットガン、何これ、トライマルショットガン。ま、なんだこれ、あー、強い、分かんないけど強い。なんでこのショットガン、メイクフジェル、わかんないけど強い。2発撃ちですね、これ強くね。めっちゃピョン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 撃てるショットガンよ、これ。やべえな、キャッハーじゃん、マジで世界観。あ、新しい魚とか釣りてえな。え、なに、お前かい。サブマシンガン、武器わかりづら、どれがどれ。サブマシンガンとショットガンの違いが、あ、やばい、来てる。めっちゃ変わったな、このポンプみたいなやつ。使いたいわ、ポンプ使ってみようぜ。84よ、70。あ、サブマシンガン、うーわ、すごい、よくわかんないけどすごい。これがポンプみたいな感じなのかな、メイクシフトサブマシンガン。名前覚えなきゃだ。何これ、 E ボタン、え、クラフト。さあ、行きますか、一番上まで行ったるでー。ベン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 、ゼロ、セブン、かっこよかったな、セブン。やばい、ここに来てショットガンで、はい、ポン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 。弾ねえし、あ、危ないね、ここ。さあ、一番上はどうなってんだ。すごいじゃん、こんな感じか。ジップラインって降りたら大丈夫だよね、大丈夫だよね。怖い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 。あ、弓矢持ってる、新しい武器だ、弓矢。何これ、メイクシフト棒。え、絶対弱いってこれは。あ、あ、ボスみたい。うわー、なんだこいつ、やめろよ。ボスですか、アサルト、アサルトだこれ。全部が変わってんな、ちょっとボス倒そうぜ、頑張って。あ、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 え、強っ。あ、ミシック武器もらってきた。すっげー、いいじゃん、本当に。絶対楽しいわ、断言する。今シーズンは神。
といった感じですね。ちょっとね、いろいろと新しい要素あるんで、それもね、すぐに動画にしたいと思うんで、今のうちにチャンネル登録お願いします。シーズン6、楽しむぞー。